ああ、鹿児島県伊佐市の今朝の最低気温は氷点下3度でした。うわ、見るからに冷たそう。放射冷却現象で気温が下がって霜が降り、厳しい冷え込みとなりました。うわ、びっくりした。 失礼しました。今本当にびっくりしてしまって、バキって音ですか？なるほど、マイクのノイズかと思ってしまいました。 失礼いたしました。気温が下がって霜が降り、厳しい冷え込みとなりました。外に置いてある雨水をためたバケツの表面には厚さ3ミリほどの氷が張っていました。今日はよく晴れていて、昨日よりも気温が上がりそうです。おお、いや、見るからにパキパキって音がしそうだなと思っていたところ、パキって音がして 思わず声を上げてしまったんですけれども 突然でびっくりしましたよね。皆さん大丈夫でしたか？ 皆さんってどうでしょう、イヤホンで聞いてくださってますか、それともスピーカー、どうでしょうね。まあ、氷が張っているということで、音も聞こえてきましたけれどもね。鹿児島の北海道とも呼ばれている伊佐市からいただいた一通でした。ちなみに鹿児島県の初氷の発表はまだなんですけれども、早くも伊佐市ではね、こういった氷が張っている様子を送っていただきました。葉っぱに挟まってません？それぐらい張り付くぐらい分厚い氷だったということですね。氷だともうできますね。まあ、極寒といった報告でした。